かなかこう話が決まらなかったというか、総合の方に行くんじゃないかっていう話もありつつなかなか決まらなかったみたいなんですけど、はい、これの経由って何にも僕知らないんですよ、はい、本当に知らなくて、あの記事とかも全然見てなくって、こう周りから言われて、あそうなんだそうなんだばっかりので、試合やるかっていうふうに先週先々週ぐらいの土曜日ぐらいになんかあのでメールが来て、で誰とですかって言ったら、あの新日本キックの新しくチャンピオンになった人だって聞いたん でちょっとネットで見てみたら、なんかあのすごいあのファイターの選手だっていうんで、まあ、自分と噛み合うかなと思ったんで、じゃあやらせてくださいっていうふうに、それぐらいのあれなんですけど、はい、どうして出ることになった今、はい、もうけど試合が決まったらもうとりあえずね、相手ぶっ飛ばすことしか頭がないんで、はい、53kg にエントリーする選手も、もっとチャンピオンクラスで戦っている選手も多いですけど、はい、他のメンバーを見て、そこに入っていくというのは、例えばこうやってたら、もう一回やりたいなとか、はい、あのまあ、気になる人とか。ズバ抜けて強いやつっていうと、やっぱり、久保選手と正弘選手ぐらいじゃないですかね。正弘選手やっぱり本当に勝負を持ってるんで、勝ちに対する執念っていうか、やつは本当に自分が不利でも絶対勝つ選手なんで、すごいなと思います。あとやっぱ久保選手は身体能力がずば抜けて高いですね。多分優勝するのは久保じゃないかなと自分じゃなくてそんな感じに思いますね。ご自身はどこまで行きたいの？僕ですか。僕、まあ、対戦相手次第ですよね。こうああいうのはやっぱり運もあるんで、けどまあ自分で、まあ、自分のこと言うのはなんですけど、まあ、自分でも強いと思ってるんで、練習もしっかりしてるし、こう技術もあると思うんで、まあ、あん中では上位の方にいると思うんですけど、まあ、あとは運があるかないか